やでもホークスが勝ったか。やっぱエンビードかな。速報です。アルバルク東京がライアン・ロシター選手の獲得を発表しました。改めましてバスケットカウント編集部の丸山です。ホークスとシクサーズによるゲーム7についてお話しする予定でしたが、ライアン・ロシター選手がアルバルクに移籍するというビッグニュースが舞い込んでまいりましたので、一部放送内容を変更しております。早速行ってみましょう。はい、というわけでアルバルク東京がね、ライアン・ロシター選手獲得しましたけども、これはびっくりしましたね、マジで。ね、どこに行くかなって、ちょうど前回の動画であのロシター選手は契約満了っていうのが驚きって話をしてたんですけども、ちょうど今日ね、アルバルクに来ましたけど、サボどう思った？これ、いや、やばくないですか？だってそのサイズを取った時も、うん、こんなことできちゃうのねって言ったばっかなんですよ。すごいなって ね、ちょっとこれでだってアルバルクのロスターは、うん、サイズとロスターとカーブでしょ、これで、インサイドがえぐね。しかもロスターは帰化選手だからね、オンスリーですもんね。オンスリーもできちゃうっていう。でもどう、実際そのさ、そのビッグラインナップができるっていうのは大きなメリットだけど、うん、そのまあ確かにみんなが個性強いわけじゃないから、チームプレー大切にするタイプだから、うん、まあ、成功するのかなって思ったりもするけど、うん、どうそこら辺。いや、だからその喧嘩することはないと思います。その、うん、ね、みんなが持ちたいってタイプじゃないじゃないですか。でカークはね、あのその一歩引いてこうチームにこう献身的なプレーが、そうだね、光る外国籍だし、うん、安定感抜群だもんね。前髪が可愛い。何それ、すごいね。チュルンってしてて、顔面の話出てきゃいけないプレーから。まあね、いやだからね。で、だってそれで田中選手ですもんね、2番。そうだね。で小島選手、今のところだとポイントガード残ったのが小島と、あとまあでも大輝が出たのか、あ、大輝じゃない、あの聖也が出たのか、安藤聖也が。あ、そうだ、まだ決まってないですけどね。決まってないけども、でもそのポイントガードの部分であれです、何だっけ、笹倉、うん、仙台の笹倉玲樹がね、戻ってきて、ね、うん、プレータイムでかなり獲得して成長して帰ってきてるから、それはそれで面白そうだけどね。うん、なんかあれですね、いい感じに新陳代謝してますね、その若手も、うん、ほら、大阪部選手もね、今シーズンかなり、うん、ね、プレータイム増えてね、かなり成長したからね、うん、で、そこにしかも、そうだ、忘れてた、安藤シュートも入ってきたからね。いや、忘れちゃダメですよ。そうだ、そうだ、そうだった。めちゃめちゃあるやん、今シーズンの移籍がさ、うん、これも驚いたの、そういえば、シューターこれでね、安藤シュートが入って、なんかあれですよね、全然そんなことはないけど、うん、結果論的になんか須田選手とトレードみたいな感じになってますよね。あ、確かに確かに、 3&D でちょうど名古屋でなんかそこのトレードみたいになったね。ですよね。そっかそっかそっか、ね、それで言ったらだってね、最近の代表の試合でいた大輝、ロシタ、シュート、3人か、えげつないな。いや、えぐいですね。えぐいね、これは。で、なんか何がえぐいって、うん、あの、かといってセカンドユニットが薄いとかでもないじゃないですか。もちろんもちろん。そこもえぐいですよね、そこだけにね。確かに確かに。ってわけでもないし。もう本気出してきたよね。すごいですね。やっぱね、今シーズンの悔しい結果があったから。まあね、今シーズンはね。CS 逃してね。俺の本気具合がやばいよね。王座奪還するよ私たちっていう感じがすごいです、うん、ひしひしと伝わってくるよね、この遺跡を見ると。いや、でもあれですね、やっぱプレッシャー半端ないんですかね、このその選手たちとしては。あ、まあまあ確かに、このロスターでってなっちゃうと、そうだよね、もう優勝以外失敗みたいな見られ方もしそうだし、熱ですね、まさに。いや、本当そうだよね。ちょうど昨日負けちゃったけど、負けちゃってね、 KD 頑張ってたけど、うん、確かに確かに。いや、でも実際どう、これで多分強くなると思うけど、うん、なんかでもここ危ないんじゃないって思ったりする場面とかある？アルバルクのですか？うん、
え、全然思い浮かばないんですけど今。え、なんだろう、あります？唯一ここどうなのっていうか、確かにインサイドっていうのはかなり強いな。うん。で、あと問題は怪我とかだよね。だからガードが今ね、めちゃめちゃいい選手だけど、小島元気とかもでも怪我がちだからね。彼も代表クラスってもうルカも言ってたから、その戦力、大幅な戦力ダウンってことにならないと思うんだけど、うん、ちょっとそこのね、その怪我人が出てた時の回し方っていうのがちょっと気になるよね。あれだって今シーズンはコロナか、うん、結構食らっちゃいましたもんね。もう選手もなったし。そうだそうだ、うん、それもあってね、オフの段階からなっちゃいましたからね、練習できなくてね、今年は、うん、ルカがめっちゃ嘆いてたもんね、うん、それはルカ元気かな。でそこも正直気になるよね。今出てないよね、うん、何もちょっとわからないんですよね。ちょっとそこら辺も含めてどういう、うん、ね、さすがに続投だと思うけど、逆に続投じゃなかった場合誰を招聘するのかっていう部分も気になるところだけども、妄想は尽きないですね。そうだねまあでも今日に関してはね、とりあえずロシターが来たということで、うん、でもこれあれですよね、他のチームの打倒アルバルク感もまあいつも以上ですよね。間違いないです。2連覇の時よりもすごいんじゃないですか。包囲網がえげつなさそうだよね、うん、まあそれも含めてね、いろんな妄想もしっかり楽しみなオフシーズンだね今。うん、もうでも大きいあれはこんなところですかね。どうなんですかね、あと落ち着いたのかな、もうジョージ選手がどこに行くのかとか。そうだったね、そこら辺も気になるところだけども、ジョージどこ行くんだろうそんな間取っといてなんだよそれ。ジョージどこ行くんだろう、なんか言えよ。え、全然関係ない話なんですけど、うん、ジョージって名前がいいですよね。アメリカ人にもいる名前じゃないですか。どういうこと？いや、だからジョージってアメリカ人にもいる名前だから、うん、全世界の人が発音できる名前だから、そこの親しみやすくていいなって。バタナビーとかね。そうそうそうね、確かに、うん、あるからね。そう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 、そういう部分でね、世界そう、よく放り込んできたな、それを今ここに、うんうん、ということで驚きのニュースでした。はい、本日は以上にしておきます、ね、突然のロシター選手のアルバルクは本当に衝撃的でしたね、はい。まあ、まだあの移籍がね、移籍先が決まってない選手も何人もいると思うんですけども、これでまた来シーズンがどこが優勝するかね、皆さんはどのように思いますか、はい、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また来週。